ておられた、これ動物の問題でございます。これは昨日吉野委員は何も奇をてらってあのパネルを示したわけではありません。どれだけ地元の人たちのことを思い、どれだけ寝食を忘れて地元のためにやってきたか、それは同じ選挙区である現場大臣もよくご案内の通りだと私は思っております。このことに与党も野党も関係はございません。問題はですね、大臣、12月までって昨日おっしゃったように私は記憶をするのですよ。この動物をどうするのか、他へ移すのか、どうするのかということについてですね、まだ11月の初旬であって、あと2月近くあるわけですよ。その間に動物たちは餌も食べられず、水も飲めず、どん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 あのような方にし命を失っていくわけですよ。私はね、そのようなことがあっていいとは思わないし、これは感情論のみならず法的にもそうなのではないかというふうに思っているのです。つまり動物愛護法第44条というのをご存知でいらっしゃいますね。その趣旨をお述べになってください。加納道彦農水大臣。動物そのものの立場というふうなものを尊重して、そして、施策を講じていくというふうに私どもは認識しております。石破君。これは農水省所管の法律ではありませんが、この問題を論ずるときに必ず出る議論なので、大臣はご案内のことだと思います。つまり第44条は愛護動物、愛護動物は犬とか猫に限らずですね、これは牛であり馬であり豚であり綿羊であり、ずらっとこう書いてありますが、愛護動物に対し身だりに給仕または給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った者は50万円以下の罰金に処するというふうに書いてあるわけですね。もう一方、原子力特別対策法という法律があって、この法律の方が動物愛護法よりも優先するという考え方なのか、それともみだりにということではないのだという考え方なのか、どちらの立場に政府は立っておられますか。もう一つ、昭和61年10月9日総理府告示の産業動物の使用及び保管に関する基準、これご存知だと思います。管理者すなわち飼い主ですね、管理者は地震火災等の非常災害が発生したときは速やかに産業動物保護し、および産業動物を事故の防止に努めること、こういう基準がありますね、ご存知のはずです。なんでこれがきちんと守られないのか、つまり国が立ち入りを禁止することによってこの保管者の義務が果たすことができないとするならば、それを入ってはならないといった政府がこの義務を変わっておうということになるのは法律の考え方としては当然じゃないですか。加納農水大臣。高山の件でありますけれども、この件につきましては警戒区域の中におきましても、どういう形で、この対処していくかというふうなこと等々について、今、いわゆる放射線量の低いところからなんとかこの囲い策を作りまして、そしてその中にまさしくこの具体的な形で動物をそこに囲い込むというふうな政策を取っております。それは基本的に原子力安全対策本部におきまして、この警戒区域におけるところの家畜等々につきましてはまさしく今日処分をするという決定に沿って対処しているということでございます。石破君。すいません、私はそのようなことをお尋ねいたしておりません。原子力特別措置法という法律、特別対策法という法律があって、動物愛護法という法律があって、そしてまた今申し上げた保護に関する基準があって、この3つはどういう関係に立っていますかということを聞いています。はい、原子力損害賠償機構担当大臣。原子力災害対策本部の副本部長という立場からご答弁をさせていただきます。今回の原子力事故が生じたことによってですね、特に警戒区域と設定した初期の段階においては、まずは人命、人に対する健康を守ると
ということに全面的に徹せざるを得ない状況の中で、動物に対する対応が十分ではなかった。それは愛護法の関係では三谷にというところとの関係で、人命、人の健康を守るということの措置のためにやむを得ない措置であったということで解釈されるものというふうに思っております。その上で、警戒区域等に対する立ち入り等、つまり人に対する健康への影響についてですね、リスクが一定程度の低減された段階から順次、例えば動物家畜についての安楽死等の対応や今農林省で頑張っていただいている、今生きている家畜等に対する対応を順次進めていただいているところでございますが、これについては原子力災害対策本部としてもできるだけ今特に生きておられる動物等についての対応を急ぐように農水省と連携して努力したいと思います。石破君、この話はずいぶん前からあるお話ですよね。何ヶ月も前から指摘していることですよね。その間にどんどん牛の命失われてるわけで、昨日の写真を直視できますか、あれを。あんなの直視できますか。私は普通できないと思いますよ。あれを見て涙を流さない人がいたとしたら、私はその人の人間性を疑いますね。私本当に悲しかったし、あの牛がどんな気持ちで死んでいったかと思えば、人間の責任ってのはものすごく重いと思う。そんなに傲慢でいいと私は思わない。それは枝野大臣、今ね、法的にいろんなお話をなさいまして、私は全く納得していないけれどもね、じゃあね、保管義務ってのがあるわけでしょ、飼い主にね、保管者にあるわけでしょ、水をやり餌をやり、そういうのがあるわけでしょ。入っちゃいけないということでそれはできないわけでしょ。だとしたらいけないといった国にその責任があると考えるのが普通じゃないですか。そうでないとするならば、放射能の被害を受けないようにきちんとした措置をした上で、飼い主が餌をやり水をやりということで立ち入りをお願いだ入れてくれなんつって、飼い主が警察官に泣いて頼むなんていう、そんなことがあっていいですか。今こうしてる間もどんどん命は失われてるんですよ。すぐに対策を講じると、一頭でも死なないように今すぐやるということがどうして言えませんか。なぜ言えないの、大臣。大臣、ぜひご理解をいただきたいのは、これは今回の原子力発電所事故以降の対応について、こうした大きな事故についての準備ができていなかったということの結果としてですね、十分な、特に周辺地域の住民の皆さん、そしてそこにいた動物も含めてですね、対応が当社の皆さんから至らない点が多かったことは間違いない。それも大変申し訳なく思っております。ただまずは周辺住民の皆さんの人命、そして健康ということを最優先に、またその上でですね、自衛隊や消防の皆さんはじめですね、危険の中で頑張っていただきましたが、まさに事故の収束や周辺住民の皆さんの健康へのリスクとの比較の上でですね、リスクを冒していただきましたが、そういったことの中で動物などに対する対応がどうしても周辺の放射線量やその時点での原子力発電所の状況等に鑑みたときにですね、じゃあ警察や自衛隊の皆さんにそのリスクを冒していただくということをお願いできる状況でなかった時期が一定程度作ったことは間違いありません。そうしたことの中で現状では順次入れるような状況になってきて以降のですね、対応がまだまだ十分でないというご指摘については真摯に受け止めて、原子力災害対策本部としても農林水産省等ともしっかりと連携をしてできるだけ迅速に対応してまいりたいと思います。石破君、この話はこれ以上しませんが、それを飼っている人がどんな思いでいるかっていうのはね、枝野さん分かってるでしょ。あなた話も聞いて、本当に気の毒だって言い方は私したくないんでね、本当にそうだったって共感をしたでしょ。だとしたら今人命が今すぐに緊急を要する状況かいえばね、もちろん深刻な状況が続いていますよ。しかしながら山越村の時に CH47 で自衛隊で牛を運んだ、
私はね、自民党政権は全部正しかったとは言わないけれども、あの時に自衛隊のヘリを使ってでも牛を運んだということはね、やっぱり私はきちんとした人道的措置だったと思っていますよ。それが今できないはずはない。そして今我々が要求しているのは法廷行きとはわけが違うんでね、わけが違うんで、これは伝染していくもんでも何でもないんですよ。こういうような被害を受けたその牛がどのようにして経年変化を起こし、どのようにして健康に影響が及ぼされるかということは、きちんと科学的なデータを取るということも非常に意味のあることであってね、農水大臣、今こうしている時も牛がどんなに苦しんでいるか、そして飼い主の人たちが本当に涙に暮れているということは、大臣よくご認識をいただいて役所にお帰りになって何かすぐできることはないかと、今すぐ運べる牛はいないのかということについてご指示をいただきたいですが、どうですか。加納農水大臣。昨日もあの吉野委員から具体的なことの、問題提起がされたわけでありますけれども、私も昨日の段階で、お答えしたところでございますけれども、一つ今日も石破委員からご指摘いただきましたので、あの実用技術開発技能として、あのまず貯蓄前のうちの放射線に関する研究の公募というふうなものはもう早速行ってまいります。そういうふうなことで具体的な措置を講じてまいりたいと思います。石破君、一頭でも多く助けてやってくださいよ。一日も早くやってくださいよ。そして飼い主をこれ以上泣かせないでくださいよ。それは国の責任として絶対にやるべきだと私は思いますがね。加納農水大臣。今具体的に申し上げた事業につきましては本日公募をするというふうなことで措置を講じてまいりたいと思います。石破君。その結果は日々検証していきたいと思っております。このことはもう与党がどうの野党がどうのって話は全くありませんので、ね、ぜひお願いいたしたいと思います。